はい、皆さんこんにちは。今日は宮城県のほぼ中央に位置します塩釜市にやってまいりました。こちらの塩釜の町は太平洋の仙台湾に面します塩釜港を中心とする港町、そして芝彦神社、塩釜神社の門前町として発展してまいりました。こちらの塩釜港は奈良時代から平安時代にかけまして陸奥国の国府であり鎮守府でございました多賀城の港として栄えておりました。現在もこのようにこの港は大変なにぎわい。この町の人口は現在約5万1000人ほどでございまして、この町は平地に乏しく、現在の市街地のほぼ6割が埋め立て地。いやー、しかしこの町に来て本当にびっくりするのは塩の香りがとても強いこと。海辺の町に行ってもあまり匂いのしない場所もございますが、この塩釜は本当に磯の香りがプンプンしております。江戸時代にもこの塩釜港は仙台伊達藩の主要な港でございまして、仙台城下から花町が移ってきたこともあります。そのような賑やかな町でございました。そして昔の町の市街地の最寄り駅、こちらは JR の本塩釜駅でございまして、 JR 仙石線が通っております。こちらの塩釜の町も東日本大震災の津波の影響を受けまして、この辺りまでやってきた。まあ、こちらの駅の表玄関は塩釜神社口。いやー、まさに塩釜神社がこの町の発展の礎で、先ほども申した通り昔は門前町でございました。先ほども申した通り江戸時代この塩釜は仙台伊達藩の主要な港でございました。明治時代初めの塩釜は人口が約3500人。明治時代になりましても東北地方におります物流の中心地でございまして、昭和の初めには函館や釧路といった北海道航路の定期船も就航しました。この塩釜、東が海に面しており、西は山になっておりますので、なんだか日が暮れるのが早いような感じがいたします。現在時刻はだいたい2時過ぎでございまして、なんか夕方の雰囲気となってまいりました。そろそろ塩釜神社の門前の近くまでやってまいりました。だんだん雰囲気が変わり、昔ながらの街並みが見えてまいります。この塩釜の経済状況を述べますと、市の中心部のお店は空き店舗が目立ち、もともと狭い土地でございますので、平成の時代、令和の時代に日本各地に見られますロードサイド店の出店がなかなか難しい。そのため昔は商業の中心でありましたこの塩釜、現在はその立ち位置を周辺の市町村に譲っているそう。そしてやっとやってまいりました、東北鎮護塩釜神社と書いてあります。いやー、境内までは非常に高い階段でとても有名でございまして、塩釜神社は陸奥国の一宮、
いやー、ご覧のように近くまで来ますとかなりの迫力、いやー結構段数がございます。そしてようやく上の方までやってまいりました。なかなかきつい階段でございます。今の時期はちょうど七五三の時期、塩釜周辺の家族連れがたくさん集まってまいります。いやー、こんな感じでなかなか立派、境内からは塩釜の街がよく見えております。